まあ、昨日ね、あの、広床内の生放送、生通配信、初めてで、すごい面白かったんですけど、あの、前半ね、ちょっとあの、テレ東の高橋さんに対して、俺が非常に厳しいことを、中和テレビについて言ってて、で、あの、後半になって、すごくいい感じになってますから、テレ東は、まあ、フォーマット力があるなってことで、数々の番組の例を挙げて、いや、テレ東のフォーマット力ラブです、みたいな話になって、とってもいい流れになってね、若新さんもすごくなんかいいこと言ってくれて、若新さんありがとうね。途中、成田雄介さんが入ってきて、あの、成田さんね、やっぱり、 いい。成田くんはいい。別にそんな上から目線で言うことじゃないけど、成田くんはいい。えー、と、思いました。改めて。そして、広い家内はやっぱり素晴らしいですね。で、あの、まあ、今日、朝のツイートでも書いたんだけど、広い家内みたいな人を僕は瞬時に信用してあるところがあって、なんか広い家内が出てくるわけだよね。で、えー、っと、なんかどういう人かわかんない。まあ、広いきのなんかパロディやってんだろうなとか、なん,かなんとなくそのサングラスしてとかね。ただ、その何やってる人がどっか出てきた人だったら俺は知らないわけ。ただ、ネット、 外で目に入ってきてて、き例えば箕輪さんが泥酔しちゃった配信なんかは5分ぐらい見たしであとひろゆか内に YouTube の,の番組を誘われてで、まあ、ちょっとなかなか合わなくてでそれちょっとマッチクリっていうのをさなんかパロディにされて、まあ、こんなポロンちゃんいじってるやつねチャンネル登録お願いねみたいなのをちょっとパロディであのこなんか。 サマリーした動画なんかも、あの、作ってくれて。で、いよいよ、その、YouTube、昨日配信っていうんで、ちょっとだけ広いかな内のことを調べようと思って移動しながら、5分ぐらいだけ、その、外録チャンネルの広いかないの、えー、インタビューを見たんだけど、まあ、やっぱりちゃんとした人だなぁと思って。で、そういうことってなんか全て質感として、まあ、クオリアとしてですね、来るんですよ。広いかないのクオリアっていうのがあって。で、それは、なんかね、ほぼ外さない。広床い,かない のクオリアってのがあったの広いうののクオリアってのがあったの。でそれはその広いゆかなの表情とかあと人との接し方とか座組みの仕方とかそういうものを通してあこの人はおそらくこういう人なんだろうなぁと思うものがあってで昨日もその配信の時とかの気遣いとか見ててあやっぱり僕は思った人とそうだったなと。で一瞬にして逆に邪悪なっていうか。あの 近寄りたくないクオリアが伝わってくる人もいるんですよ。で、そういう人って、やっぱり喋ってると、あ、やっぱりそうだったなってことになるんで。だから人間ってやっぱりその、クオリアを通して、いろんな情報が伝わってきてるわけ。で、例えばだから、夏野さんなんかも、夏野武さんなんかも、俺ずっと夏野さんがどういう人か知らないまま付き合ってて、ニコ生とかで。で、ある時だから、その国際会議で、あの、落合陽一さんもいたんだけど、その、 英語を喋ることになって、まあ、俺は英語は普通に喋るじゃない。でも、夏野さんがどういう人か知らなくて、喋ってたから、まあ、あの、当然、落合陽一も喋ってたけど、で、お、夏野さん英語喋れるんだと思って、その時になって初めて夏野さんの経歴を知るわけ。あの、ペンシャベア大学、U ペンの経営大学に出てるって、おそれは喋れるわって、そういう感じなのよ。だから、その夏野さんが U ペン、えっと、アメリカで m b a 取ってるってことを知る前から夏野さんのことは信用してるわけ。 で、なんかそういうことが僕は大事な気がする。なんかね、逆に言うと自分もそうだけど、人と向き合うときに自分の全てはもうクオリアとして現れてんだな、というふうに思う。だから、えっ、ー、と、広ロイ内のクオリアは僕は最初から信用する気になってて、で、未だに、えっ、ー、と、ヒロイ内が生態史やってるとかいう話もあったけど、どういう人でどういう生活してるのか、どういうふうに今出てきてるのかわかんないんだけど、ただ一つ言えてるのは広ロイ内の、 今、提供してる場というのは、若新が昨日言ってたけど、やっぱり昔、一昔前の前世紀のニコ生の感じなんだよね。俺があの、ひろゆきとか、あの、あざまひろきとか、あの、津田大輔とか、それこそ夏野さんとか、井瀬直樹さんとかと、あの、楽しく本当に緩い配信をしていた。あの頃の前世紀のニコ、生今、ニコ生ダメって言ってるわけじゃないよ。であの頃のニコ生の雰囲気が、 今の広ゆかないの YouTube のチャンネルにはあるなと思って。で、そういうクオリアとかオーラはさ、最初からなんか、あの、広ゆかないのなんか中にあったなと。僕はそういうことで信用する人間なんです。うん、人のことを。だからあんまり人のことを詮索したいとかしないっていうのが僕のやり方です。えー、もしよかったら、えー、脳の共用チャンネルにも登録してね。底辺 YouTuber として頑張ってるよ。広ゆかないも昨日自分も底辺 YouTuber だとか言ったけど、俺脳が底辺でしょ。